安徽省盧溝県赤大雨連の河川区間に穴が開けられ、洪水は周辺の村に向かって激しくなり、水位はあっという間に8メートルの高さに上昇した。40日経ったが、現地の被災者の自宅は未だに水位が2メートルを超えており、家に帰ることはできないし、食べ物や衣服にも困っていると表明した。大泉園の男性チェン・リャン氏が大紀元の記者にこう述べた。今のところ水は引いてはいない。私たちの家の水位はまだ約2メートルあり、1階はまだ水没しているままだ。政府はまだ排水をしていると言っている。水が引くのがいつになるのか、どうやってわかるのか。チャン・リャン氏によると、当地の赤大雨と牛耕雨の2つの堤防はすべて浸水しており、この2つの町は直線距離で約30キロある。赤大雨では何万人もの被災者が帰宅できずに外で家を借りることを余儀なくされている。チャン・リャン氏が借家に40日も住んでいる。政府は米1袋と油1バレルを配ったが、それ以外は何もなかった。家賃費用などは一切ないという。はじめは親戚や友達の家に泊めてもらったが、3日から5日で出なければならない。長くなると誰の家でも対応できなくなる。現在皆がアパートを借りており、もう長続きできない。そろそろ食事もできなくなる。7月22日朝8時半、私たちが荷物を玄関口まで運び持ち出そうとしたところ、やってきた兵士にダメと言われて、着替えすらなく何も持ち出せなかった。全部その後自分で買った。私には子供が2人、4人家族です。家賃を含む1ヶ月の全費用は2000から3000元で、まだ両親の扶養も必要で、おじいさんお年寄りも引っ越してきた。最低限は住むところと食料や衣服を支援すべきだろう。トンダーチン政府に状況を報告しに行った国民は全員が送り返された。過去に被災があったところによく寄付したが、今私たちが被災者になり、寄付金があっても私たちには回ってこない。私たち普通の国民はそれをもらえず、各級の政府や官員に取られた。またチェン・リャン氏によると、赤大雨が決壊ではなく、他の地区を守るため人為的に穴を開け洪水放水をしたのだが、政府がそれを否定しダム決壊と言ったという。これは受け入れられない。明らかにそれは穴を開けたことで放水されたのに、なぜ政府は放水したと認めずにダム決壊というのか。なぜ私たちはこんなに大きな犠牲を払ったのに何一つ説明がないのか。